こんにちは、東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなーちゃんです。6月30日に公開された映画東京リベンジャーズ2決戦。初日と翌々日に2回鑑賞し、前編や前作をも上回る感動に泣きすぎてしまいました。今回はそんな劇場版通り別決戦編について、原作との違いやファンとしての率直な感想、見どころをご紹介いたします。動画全体が長尺になってしまったため、今回はマイキーすぎた吉沢亮さんのとあるセリフやガリ弁バジシーンのエモい追加演出など、構想前までのシーンについてご紹介しており、明日構想やその後のシーンについての動画を投稿させていただきます。なお原作と劇場版のネタバレを含みますのでご注意ください。また映画オリジナルの結末についてなど、映画版のかなり重大なネタバレを含む部分についても別の動画にて解説考察し、数日中に投稿いたします。慶州ドラケンのシーンがいろいろアレンジされていた。未来のドラケンに竹道が血のハロウィン構想について聞きに行くシーンで、なぜマイキーのせいで東卍が負けたのかについて語る時のセリフが、原作ではなんで俺は気づいてやれなかったんだろう、マイキーのまだ15歳のガキの背負ったでっけえ十字架をだった部分が、映画ではマイキーの背負った十字架を一緒には背負えなかったといったセリフになっていました。どちらのセリフにもマイキーの思いを共に背負ってあげられなかったことの後悔が感じ取れますが、劇場版のセリフではよりその思いを感じやすくなっていました。また原作ではここでドラケンから血のハロウィンでカズトラがバジを殺したことが竹道に話されますが、映画ではあの日バジも殺されたんだぞのみで、誰が殺したのかは謎のままになっていました。このため映画で初めて通り部を見た方にとっては、あのカズトラがバジを刺してしまうシーンがより意外な展開になったことと思います。またここから前編の振り返りが始まるため、前編を見ていない方でも後編を楽しめるよう工夫されていました。三ツ矢入院中、前編でバイクに乗っているところをバルハラの長次に襲われた三ツ矢。こちらは原作にはない映画オリジナルシーンでしたが、この変更に伴い後編では三ツ矢が頭や上半身を包帯で巻かれた状態で入院している姿も描かれました。また周回では三ツ矢はこの怪我により血のハロウィン構想には不参加になることが隊員に伝えられています。三ツ矢の痛々しい姿には胸が痛みましたが、この追加描写が後の映画オリジナルの三ツ矢活躍シーンにつながっていたため、原作ファンとしても嬉しい変更でした。竹道と千冬の話し合い。構想前に竹道と千冬が話し合うシーンが追加されていました。一人じゃ何もできないという竹道に千冬は俺を頼れと返します。そこで竹道は決戦でひどいことが起きる、キサキのせいで東卍がおかしくなってヒナが死ぬんだと未来で見てきた内容を打ち明けました。このシーンも話している内容も映画オリジナルのものではありますが、原作の聖夜決戦編で竹道が千冬にタイムリープ能力や未来で見てきた全てのことを打ち明ける名場面を彷彿とさせるシーンです。そのため映画ではこのタイミングでタイムリープ能力について話すのかもと思ったのですが、そうではなく、さらに千冬は
何言ってるかわかんねえけどお前を信じる、バジさんも信じる、と答えています。原作では血のハロウィンを経て関係性が深まった後だったこともあり、タイムリープという超常現象すら全て信じ、一人で戦ってきた竹道を称えてくれた千冬。原作のこの展開はかなり泣けましたが、映画ではタイムリープについては話していないため、当然ながら意味はわからないものの、それでも竹道を信じてくれるという流れになっていて、これもまた千冬らしさ、相棒らしさだなと感じグッときました。また映画ではここで千冬はバジとの出会いを竹道に打ち明けます。ガリベンバジ登場。バジが亡くなる直前に千冬に伝えた半分こなという言葉。原作では構想後にバジと千冬の出会いが描かれたため、そこで初めてバジが最後に伝えた言葉には2人の思い出が詰まっていたんだと分かりましたが、映画では構想前に千冬が竹道に語る形で描かれ、半分こなと伝えた瞬間にそのシーンが分かるようになっています。またこの回想シーンにも少し変更点や追加演出がありました。まずクスッと来てしまう演出が追加されていて、バブってるやつがいると聞いた千冬がバジの教室に乗り込む場面で、映画版ではバジが千冬に対し誰だい君はとガリ弁ぶっていて笑いました。さらに笑ったのが、バジが書いている手紙の虎の字が間違っていると千冬が指摘し、バジは少年院にいるカズトラに宛てた手紙を書いていると察することができるシーンで、原作ではここも間違ってんじゃんと追加で千冬が指摘したところが、何が間違っているかは描かれていませんでしたが、映画では頑張ってますの漢字を間違えて顔張ってますになっていたことが判明したことです。ここで私の見た劇場ではクスクス笑いが起きていてほっこりしました。また文通キモと千冬に言われた後のバジの殺すぞが、バジが集会で竹道に殴りかかった時、止めに入った三ツ矢に放った殺すぞと同じ言い方でグッときました。永山さんは三ツ矢に対する殺すぞの言い方にこだわったと話されていましたが、千冬に対してはもちろん三ツ矢に対しても、バジにとってのあくまでも本気ではない仲間に対する殺すぞだったことがしっかりお芝居で表現されているんだなと感じました。続いて千冬が入学式で倒した先輩がマンダラの総長を連れて復讐に来るシーンでは、原作では千冬一人の時だったのが、映画版では千冬の取り巻きがいる時に襲われるのですが、結局取り巻きたちは千冬を置いて逃げ出すという演出になっていました。またバジが助けに来る場面でも、映画では君たちやめたまえとこの後に及んでガリ弁風の登場になっていてクスッときましたが、その後髪をほどきながら東満の一番隊隊長だと名乗るシーンは、もう原作のままあまりにもバジで再現度の高さに感動しました。原作通り一人で全員をボコボコにしたバジ、たまたまかもしれないのですが、倒されていく役者さんたちがほぼ全員バジより背が低く、バジの圧倒感が増しているように感じました。また相手のやめろよやりすぎだよというセリフも追加され、バジのイカれている感じが出ていてよかったです。そしてバジと千冬を語る上で欠かせないペヤングを半分こするシーン、原作にはなかった
バジの家に着いてからのシーンが深掘りされていました。このシーン原作にはないものの、地冬のスピンオフでは描かれていたのですが、スピンオフには登場したバジの母涼子が出てこない分か、少し内容が変更されています。ペヤングを作ってくれるバジに千冬が俺ユキリやるっすよと申し出ますが、バジはあ？と言うだけ。これは推測ですが、スピンオフを見る限りバジは湯切りのタイミングなど作り方に自信があるみたいなので、初めて千冬に振る舞うペヤングを自慢の作り方で美味しくしたかったため、千冬にはやらせなかったのかもしれません。また原作では千冬がバジにはいと答えたところから、初めて敬語を使ったのはこの人だったというナレーションに近い千冬のセリフが入りますが、映画では回想シーンが終わった後、千冬が竹道に語る形でのセリフになっていました。対する竹道はちょっと何言ってるかわかんねえと、さっき千冬に言われたことをそのまま返していて、前編から引き続き二人のテンポの良いやりとりを見ることができました。放送前の集会、おおむね原作通りだった決起集会。マイキーがバジを取り戻すことが俺らの決戦だと言ったのは予想外で、でもマイキーらしくて意地らしい答えであり、かなりの名場面だと思うのですが、映画版でガキになっていいかとマイキーが言うシーン、アニメとはまた違う言い方を吉沢亮さんがされていたのですが、これがまたマイキーすぎる言い方で、本当に素晴らしいお芝居でグッときましたし、その後ドラケンの顔を見ながら、ダチとは戦えねえと言った場面も、マイキーの表情やそれを受けて小さく笑うドラケン役山田裕貴さんのお芝居も絶妙で泣かされました。決戦編にまつわる動画第1弾の今回は、構想前までのシーンについて見どころや原作との細かな違いをまとめさせていただきました。明日は第2弾として構想やその後のシーンについての動画を投稿し、映画のみのエンディングにもつながるかなり重大なネタバレを含むシーンについては閲覧注意なのと長尺になってしまうこともあり、また第3弾として別の動画に解説をまとめ数日中に投稿させていただければと思います。動画を細々と分けることになり申し訳ありません。第3弾では映画オリジナルのエンディングについても私なりの考察を述べさせていただいておりますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。これからもたくさんの通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。